平野紫耀元金プリの暴露系ユーチューバー天心への謎と可能性。序章天気の訪れ。観客を魅了し、ジャニーズアイドルグループ、キングプリンスの一員として活躍した平野紫耀が、驚きの新たな展開を迎える可能性が浮上しています。2023年5月、彼はキングプリンスコーオップの脱退と同時にジャニーズ事務所を離れました。 これにより、彼の未来が謎に包まれたまま、ファンやメディアが注目の敵となりました。チャプター1、謎のオファー。その謎が、平野仕用への YouTube 出演オファーに関連して明るみに出ました。とある報道によれば、平野は退場後、彼自身の経歴や退場に至る経緯を包み隠さず、暴露する予定の YouTube 番組に出演する契約を結んでいたとのことです。 このオファーが実現すれば、彼のファンや興味を持つ人々にとって、一大イベントとなることは間違いありません。チャプターに、心境の変化。しかしながら、退場に向けて日が迫るにつれ、平野の心境に変化が生じました。金プリのメンバーや長い間支えてきた人々を考える中で、彼は YouTube 出演を見送る決断を下したとの報道があります。その背後には、 彼自身のジャニーズ時代に関する暗い過去が影を落としていることが指摘されています。チャプター3、暗雲立ち込める過去。平野紫耀の退場に伴い、彼のジャニーズ時代に性的な虐待を受けたと主張する声が上がりました。歌手であり、同期入所だった岡本カウアンによる暴露が、この問題を浮き彫りにしました。 もし平野が YouTube 番組に出演し、過去の出来事に触れるつもりであったならば、彼の告発はジャニーズ事務所にとっては痛手となるでしょう。チャプター4、未来の可能性。しかし、未来は予測可能です。ジャニーズ事務所の対応によっては、平野潮自身が暴露の道を選ぶ可能性も考えられます。 彼が持つ爆弾が爆発すれば、芸能界における波紋は計り知れないものとなるでしょう。平野仕様は、ジャニーズ事務所からの圧力に対抗する手段として、自身の声を発することもできるかもしれません。結論、未来への期待。平野仕様の未来は、不確かなままです。 彼がどのような道を選ぶのか、そしてその選択が芸能界にどのような影響を及ぼすのか、今後の展開が非常に注目されます。ジャニーズ事務所との関係、過去の暗い出来事、そしてファンへの思いが彼の将来にどのような影響を与えるのか、我々は見守りつつ、彼の新たなキャリアの第一歩を待ち望んでいます。読者への挨拶。 ヒラの仕様の天気についてのこの記事をお読みいただき、ありがとうございます。彼の未来についての情報が入り次第、我々は皆様に最新の情報をお届けし続けます。彼のキャリアの新たな展開に期待しましょう。終章、未知の旅へ。今回の記事は、ヒラの仕様の未知の旅が始まる一歩として捉えることができます。 彼の決断や発言が芸能界やファンコミュニティにどのような影響を与えるか、今後が非常に興味深いものとなることでしょう。新たな扉が開かれるその瞬間まで、平野氏ように幸福と成功を祈りつつ、彼の未来への期待に胸を膨らませましょう。